どうもバンです。今日はローテーションの一角で4号機じゃなかった、すみません、もうややこしいですね。3号機を持ってきました。で、3号機は前回ですね、4セルのバッテリーを積んで飛行することに成功しました。で、カメラも積むことも成功しましたね。次なるステップとして、6軸ジャイロセンサー、これをね、お腹の方に搭載して、で、ジャイロセンサーの値を取って遊んでいきたいというふうに思います。何のために撮るのかというと、遊ぶために撮るわけですね。SD カードは別のところに入ってるかな。それは、SD カード今から入れますけれども、持ってきたかな、持ってきてんかったらもうまあいいわ。3号機なんですけれども、前回のフライトの動画を見てまして思いましたね。プロペラがね、この灰色のこのプロペラ、これね、画面の映り込みがオレンジのものよりも気にならないですね。高速で回ってると、ほぼ、透けて見えるようなね、そういう利点があるなというふうに思いました。とりあえずちょっと SD カードを探して、で準備していきます。はい、どうもです。そうしましたら朝日に向けてテイクオフです。カメラはインスタ36052縦持ち、バッテリー残量 97% です。タイマーは4分に設定します。ジャイロセンサー、6軸ジャイロセンサーの、スタートボタンを押すんですけども、最初の開始ポイントが重要なんで、カメラに向かってこの向きですね、この向きでスタートボタンを押します。それでは行きます。来ました。それではカメラの録画もスタートしてテイクオフです。墜落です。撮っていきます。
ですね、もう焼ける匂いがしてますね、やばいですね。ちょっとなんとかします。アンプ、一応4セル対応はずのアンプがですね、もう爆発してます。ご覧の通りです。こういうこともあるんですね。上空でなんかパーンと音しましたからね。バッテリーはちょっとだけ膨らんでますけど、まあなんとか無事。多分 ESC が、焼損したものと思われますね。途中で、ふかしたんですよね、アクセル、スロットルをね。そうしたらバーンっていきましたね。というわけで本日ジエンドです。帰って、また修理していきます。